本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ハイパーは法人向けにパソコンや事務用品の販売をしている会社です。急騰した理由はセイコーエプソンとの業務提携を発表したからです。インクジェットプリンターなどの事務用品の販売強化をしていくみたいです。お互いの相乗効果が見込めそうな業務提携ですね。ちなみにセイコーエプソンの株価も 3% 程度上がっているみたいです。アンジェスは遺伝子医薬品などを開発している会社です。急騰した理由は新型コロナの治療薬の第一相臨床試験で良好な結果を出したからです。今回のニュースはワクチンではなく治療薬です。治療薬は未だにどこの会社も発売できていないので、一番乗りはどこの会社になるのか楽しみですね。大泉製作所は熱、温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品の製造、販売をしている会社です。急騰した理由はフェローテックホールディングスとの資本業務提携が発表されたからです。フェローテックは半導体設備向け部品の会社なので相乗効果が見込めそうですね。ちなみにフェローテックの株価は 1.3% の上昇でした。リリカラはインテリア製品の開発、販売をしている会社です。急騰した理由は PDR が 0.3 倍台と低く、テレワークによるリフォーム需要があるからです。PDR が低い銘柄に買いが来そうな市場になっているようです。PDR は株価が1株あたりの純資産の何倍まで買われているかを見るものです。 PDR が 0.3 倍は純資産の総額よりも株価が安いという状態なので買われるのも自然だと思えますね。日報産業は電子系の会社や自動車メーカー、医療系の会社などを顧客として電子部品の商社をしている会社です。急騰した理由はフリージアマクロスからの株式公開買い付けに対する買収防衛策を名古屋地裁が差し止めたからです。1月28日にフリージアマクロス株式会社が株式公開買い付けを開始していました。日報産業は買われたくなかったため買収防衛策を実施しようとしましたが、名古屋地裁によって止められてしまったみたいです。そのため株式公開買い付けが成立する可能性が高まり、ストップ高となっています。資本主義は残酷ですね。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであれば、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。